岩崎、楽しんでいただけたかな。2点差岩崎かな。大丈夫やろ。岩崎最後締めてくれよ。岩崎頼むよ。ほんま岩崎今年良くないよな。ザキ様あかんのか。マジで大竹の日に岩崎出すなよ。岩崎劇場やな。キリシキー助けてくれ。変えたいって思ってしまった。松田嫌すぎる。負けんなうちの守護神松山来たよ。あかん。キリシキがクローザーになってます。ボールがお辞儀してるわ。頑張れ頑張ってくれ岩崎。もう開き直って勝負しかないわ。もう心臓持たん。阪神だけ殺すマンコへ。全然空振り取れんやん。勝ったで。耐えた。ああこの勝ちは大きい。劇場すぎるやろ。心臓に悪いわ。ザキ楽しんでいただきましたか。また1点差勝利。カリーグ一番だって。なんとか勝った。ひっくり返されないの大事。胃薬くれや。ほんまに胸痛くなってきた。首位確保。そしてなんだかんだ明日も勝つんだろう。なんとら速報、まあ、これからも阪神タイガースの動画をお届けするので阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。